ところにやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー完全攻略ですね。今シーズンがちょっと難しいところがいくつかありますので注意が必要です。1階からね、これ魂の袋を入れておいてください。影の断片が出ますので最初からあれをつけておくとソウルが溜まっていい感じだと思います。でここね、敵が多いのよ。なので一応注意していってください。囲まれるともう一気に持っていかれるので、まあ、囲まれないようにね戦えばいいんじゃないでしょうか。なんか俺取ったよ。っしゃ、オッケー。あ、パン取ったのね。なんか攻撃が途中で切れたなーと思ったらパン取ってたんだな。オッケー、よっしゃ。で一回クリア次ですね。パワーシェイカー取っていってください。で2階からはパワーシェイカーをうまく使って、よし、まとめて倒していければいい感じですかね。ほい、はいはいはい、うん。でこれが最後の脇かな。よし、いい感じ。おパンパン2つ目で2回クリア。ここで影の断片ですね。影の断片取っていきます。で魂の袋は、1のまんまで OK です。でクリーパー出ます。注意してください。まあ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 食らったとしてもそこまで減らないかな。まあ6割ぐらい持っていかれるぐらいなんで、ここは敵は少なめです。ビッシュ、おい、終わりで3回クリアで3回は何もいりません。で今シーズンね、急げば30分以内全然いけます。うん、30分以内いけるにはいけるけども、やっぱりね時間はかかるんで周回には向いてないですかね。わわ、完全に落としちゃった。しゃ、ここもね多いのよ敵が。多くてもいいからまとめて出てきてくれ。よし、ちょろ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 来るとね時間がかかって、お、ナイス、嫌いなんですよ。終わり、はい、4回終了で、ドラです。もう序盤からこんなにねアーティファクトが揃うのは珍しい。ここまで揃うことはなかなかないですよね。オッケー、うん、パワーシェイカーじゃない、パワーポーション効果があるうちに結構倒せてよかった。結構減ったな、思った以上にダメージ受けた。でもってそこでおしまいですね。はい、5回終了です。怒りとか意外と強そうだけどね、取りません。で武器エンチャに爆発つけていっても OK です。ここら辺からさっきのところからね。でもまあまあいらないかな、全然倒していけると思うんで必要はないでしょう。あぶね、ポーションの再使用時間中だったね。
よいしょ。ではここでおしまいです。6回クリアで武器変えます。クレイモアですね、エンチャント入れていきましょう。追い打ちとエイリさんですね。で商人までに追い打ちを3まで入れておきたいところ。よいしょ、いいんじゃないですか。あ、外した。あれ、あれ、こっちか。あ、いましたね。はい、7回終了で、7回の報酬で弓結構強いんだけども取りません、いらない。次で弓が出ますので、そっちの方取った方がいいかなと思います。で、エンチャントで追い打ち上げていきましょう。で、ここはチビが多いので勝手に寄ってくれるからね、戦いやすいでしょう。まあ、ただし囲まれるとだいぶ減るんで、まあ、囲まれないようにやっていきましょう。ドカンと、はい、8回終了。コグクロスボウですね、入れまーす。で、エンチャントはまだ入れないでくださいね。優先すべきはよし、武器の方ですね。オーケー、いいんじゃない。ウィッシュ、ウィッシャー、オーケー、いいね。パワーシェイカーも、もうちょっと火力がねあんまないにはないんだけども、でまあ十分倒せるぐらいの火力はありますね。おしまい。9回終了で、9回でね、これプレートアーマー取っていきます。まあ、火力は減るんだけども耐久力があるので、まあいいんではないでしょうか。で、金細工職人の前に追い打ちを3、鋭利を3まで上げてください。でいきます。何がついた？お、ガースト。まあまあまあ、うん。いいんじゃない？最近痛みサイクルがやたら出たからね。痛みサイクルよりはまあまあいいでしょう。あ、でもこれだったら別にいいか。あ、これ2発目をうまいこと当てたい。よっしゃ、あ、ミスった。何してんの俺ミスった、完全にミスった。全然ダメなやり方でしたね今のね。 OK、 うわー、影顔をまさか自分から解いちゃうっていうね、すっげえミスした。影か解かずに2発目をドラ入れて攻撃すれば1体はワンパンで倒せるんで、これでやってみてください。完全にミスったわ。よし、 OK、 よし、はい、もう少し。12回終了で、ここは何もいりません。あ、エンチャント入れてなかったね。防具にね雪玉入れてください。で、まずここをある程度処理してから先に行きましょう。あと1体かな。あぶね、オッケー、いい感じにまとめて倒せたね。いいよいいよいいよ、よ
よし。あっちから来た。なんかね、動き出したやつは迷子になりやすいんで倒していきますね。でガードストライクは1だから2秒か、まあ、2秒なかなか使いにくいけど、まあ、ないよりはマシで、ここエンチャンターめちゃくちゃ多いのよ。なんでちょっと注意してください。エンチャンターを先に倒すようにね。あと3体ぐらい、あと1体でおしまいか。はい、13回クリアでーす。いりません。ドラを更新したところであんまり意味ないんで、ま、意味は若干あんのか。いや、ないないない。で14回がねちょっと難しいと思います。こいつらがいるんで。よっしゃい。よし、結構出るんだよね。特にタワー、ロイヤルガード、あいつがめんどくさい。よし、いるよね。よし、で14回終了です。でもうパワーシェイカーが弱いのよ。なんでエリクサーのカバンと変えて OK です。でエンチャントを、少し入れましょう。非属性ですね。非属性と属の雲ぐらいでいいんではないでしょうか。ほい、あ、来ない。パワーポーション出ればね、もうここはだいぶ楽なんだけども、まあ、運ですよ、出るかどうかは。よし、 OK。 はい、 OK。 あ、ミスった。こいつに使いたかったんだけどもミスったね。仕方ない。オッケー、どうだ。15回終了です。でここ防具がもう弱くなってるのでスノーに変えていきましょう。でエンチャントで霊気ですね。霊気を最初3まで入れたい。来い、来ねえな。でここもね敵多いのよ。なので危なくなったら影化するようにね。よし、ほんとこうピンチになる可能性が結構あると思うんで注意してください。敵出るのよ。 OK、 いい感じ。危ねえ。あ、ちょっと待て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 。追い詰められた追い詰められた。パワーポーション取っとけばよかった。んで持って終わりかい。よっしゃ、16回終了です。何もいりません。キノコもいいけども、ま、今回はカバンの方がいいかな。なんかそう思います。ほんと今回ですね、装備をミスっちゃうと結構まずいことになるのよね。うん、敵が強いところは結構あるんで。よし、あと1回出現するかな。 OK、オッケー。で下に結構いたかな確かね。オッケー、ナイス。で持ってこっち、
オーケー、いいじゃないですか。でこっち側に残り2体か。終わり。で17回、弓がねここ強いんだけども取らないでいいです。またすぐに強いのが来るんで。んでもって霊気とクールダウン上げてください。クールダウンでカバンをねちょっと多めに使えるようにしておくと、よし、パワーポーションが出る可能性が上がるんでね。しゃ、来い、いや来ない、おい、いいんじゃないですか。終わり？いやまだいる、意外といる。よし終わり。パンは取らなくていいです。18回クリア。んでもう弓が弱いのでここで変えましょう。乱射のクロスボウです。でここの職人さんで武器ですね、武器を上げてボスを速攻で倒しましょう。あでエンチャントだ。あよかったね、クールダウン入れてください。でここね近接で戦わない方がいい。特に、影化して、ぶっこんじゃうと、一瞬で死んじゃうんで、それだけは注意して。うん。影化でぶっ込まない。もう HP ね、マックスあったとしても、多分ね、一発でやられる。ので、基本的に弓で戦うようにしましょう。ドラを入れてね。 OK。 お、危ねえ、嘘ちょっと待って振り抜いたら、振り抜いたらやられた。まあまあ近接はこういう風になりますので、極力弓で戦いましょう。今の HP 半分以上あったけどな。うん、影化もしてなかったんだけどね。で、ここで、ぬすっと、変えていってください。HP は、ちょっと上がるので、まあ、耐久力が、そこまで変わりません。で、ポーションバリアでもいいんですけども、俺は、霊気の方を入れた方が、いいかな、と思います。まあ、好みでしょうけどね。で、弓は虚無を入れておくと、火力が上がっていい感じです。で、ここ、クリーパーが結構出るんですよね。あとネクロマンサーも弓を使って戦うと結構戦いやすいかなと思いますけども、あのねこのタワーガードがいるのよ。このタワーガードを注意してください。 OK。 あのねクリーパーは全然ねこれでいけんのよ。クリーパーはね、でもタワーガードがこっそりねこの下とかにいるのよ。ここに弓をぶっ込んじゃうと速攻でやられてしまうので、危ねえ、そこを注意してください。弓を撃つ場所ね、うん、そこ注意しないと反射されて速攻でやられます。んでここ何もいりません。愛のメダルも欲しいけどね、まあまあいらないと思います。で矢がたくさんあるのであれば、ここは近接じゃなくって遠距離で戦った方が安心だね。オーケー。どうしても近接で戦うと失
下に落ちちゃうんだよな、なんか最近よく落ちる。なので遠距離でブス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 行った方が安全かな。ほい、あっもったいない。よし、終わり？あそこか、終わりか。22回終了。何もいりますね。で、ここも同じく落ちないようにね。ほい、いやー来ない。よし、まあ危なくなったらね、 OK、 影化すればなんとか逃げれるので。よっしゃー、ナイス。これを待ってた。いいね、ちっちゃいねやつが意外と打ち漏らして後々倒すことになるんで、打ち漏らさないように頑張っていこう。よし、あっ、矢は226本、これぐらいあればまあまあこと足りるでしょう。終わりか。はい、23回終了。ここ爆発いいけども取りません、取らない。で、穴はある程度開けてあげると倒しやすくなるかな。あ、でエンチャントね、入れてください。防具と武器はもう完成してるので、あとはねここだね。虚無は1のまんまで大丈夫と思うんですけども、まあ、毒の雲を入れてあげると一応早くは倒せるようになりますかね、発動すればね。よいしょ、 OK、 OK。エンチャンターが多いのがめんどくせえ。ナイス、 OK、 いいんじゃないかい。ちょっと待って、ちょっと待って、パワーポーション欲しい。落ちろ、よし、ナイス。おい、あとここでおしまいでしょ。はい、終わり。24回。ここも意外と難しい場所だと思います。敵多いし火力高いんで何もいりません、ね、ここも同じく火力が高い、うん、まあ、注意していきましょう。あぶね、パワーポーション出ればね、もうこっちのもこの火力があればめちゃくちゃ倒しやすいんでね。えい、弓でガシガシいける。いいね、よし、待て、エンチャンター早めにね。やばいな、ちょっと HP が怪しいぞ。まあまあこれぐらいを一気に減らされるってことは多分ないだろうから大丈夫でしょう。 OK、 めちゃくちゃいい、ナイス。あぶね。で、あとは上に、エンチャンターが何体かいておしまいですね。多いのよ、あぶね。もう思わず回復使っちゃった、うん、今のはまあ使わなくてもいけたか。で、ここでこれ傭兵のアーマーですね。エンチャント別に良くないんだけども、まあ HP も耐久力もあって火力もあるんでいいんではないでしょうか。タンブルビーとサプライズギフト
サプライズギフトは2でいいですね。それだけ入れておいてください。はい、どんどん行きましょう。ほい、うん、うん、いた。ちょっと待って、意外と食らったな。いや、なんか落ちてくるの早くなかった？なんかすごい早く感じたんですけど。 OK、 うーん、まあ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 、おっしゃ、あと上ですね。ナイス、いいんじゃない。で、乱射をね、ここでまた変えていきます。で、ここも敵多いです。ここ注意ね。で、マルチショットと長弾で追い打ち。あ、もう全部入れれたか。うん、これ完璧です。で、まずはこっち側からだね。最初から中央の方に行くとちょっと戦いにくいので、まずはこっちのね、端っこの方から倒していくと、まあ安全だと思います。ここを全部倒しきった後に、中央の方にね、行くようにすればいいですね。おい、乱射がね、やっぱマルチショット入ると強いね。で、こっちに箱あるんで忘れず取りましょうね。えい、で、中央に行きまーす。いた。オッケーね。はい、おいで。よし。オッケー、完璧。ここも多分ね、苦手な人多いんじゃないか。はい、27回。うん。終了。何もいりません。マルチショット乱射が強すぎて、もうそれ撃っとけば大体いけるんでね。こっち、打ち漏らしがないようにいきたい。ここは、あ、で、この上で、あの、カバン使わないようにしてください。ああ、下に落ちたな、今下落ちたし、ちょっと待って、なんか下に落ちた気がする。 OK、 大丈夫？なんか倒しきってなかったらまた戻ってこなきゃいけないからね。まあ、気のせいでやってくれ。いきます。あ、よかった。気のせいか、あの、落下で死んだか、どっちか。いりません。で、最後、星夜をパワーアップさせます。はい。パワーポーション出れば、速攻。出るかな？出ない。まあまあ、2発目をドラを入れて、当てます。よっしゃ。うんうん、まあパワーポーションなくてもあれか、まあ、2発振れば終わりましたね。はい、おっと、いらん。1かな、つくのは。なんだ、3だったらよかったけどね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。